私はおじとおばの体調が悪くて少しでも負担を減らしたいと思い介護福祉会を選びました。私は私が幼い頃祖父母が曽祖母の介護をしているのを見て、次は私が祖父母と利用者の方が少しでも安心して日常生活を送れたらいいなと思い介護福祉科を選びました。私が川原医療福祉専門学校を選んだ理由は、介護福祉科の合格率が 100% だと聞き、良い技術と体験ができると思いこの学校に選びました。私はもともと県内の学校に行く予定だったので、専門的なことを短期間で学ぶことができる川原医療福祉専門学校を選びました。やっぱなんか大学とは違ってそのクラス制で少人数なのですごいみんなとの仲が深まりやすい、みんなとの距離が近くてすごいいいよ、いいと思います。実際に車椅子を使ってクラスの周辺をみんなで体験したり、今日行った食事会場でみんなでうどんを食べて食べたり、何食べたっけあれ、お弁当、お弁当を食べたりして結構なんか難しそうに見えちゃうけど実際体験したらめちゃくちゃ楽しいです。手話とか、意外と簡単で覚えやすかったり、例えば私だったらヤシロだったらなんか一文字一文字手話するんじゃなくて、なんだっけ、これで8でこれで白、なんていうの、あのお城の上にあるなんか魚みたいなやつとか、そんな感じで意外と覚えやすかったり結構楽しいです。私は利用者の方が以前家で過ごしていた時と少しでも同じような状況が作れる安心感のある介護福祉士が私の理想です。私の理想は一人一人が笑顔になれるようにしたいのもあるし、ここにいて楽しいなと、生きててよかったなと思えるような介護福祉士になりたいと思っています。やっぱり実際に働いてみて利用者の方と直接触れ合ってみたら、やっぱり利用者の方の笑顔とかありがとうとか感謝のことが直接耳に入ってきてすごいやりがいのある仕事だと思うので、ぜひお願いします。来てください。せーの、オープンキャンパスに来てね。